よろしくお願いします。よろしくお願いします。前節の甲府戦、後半頭からの、出場して、それが今シーズン初出場ですね、はい。プレーしてどうでした？そうですね、前半ああやって吉丸選手がこういたりしまって、で早い段階でこう出るかなっていう気持ちの中では準備はしていたので、後半頭から入ったんですけど、こうそんな変な感じというか、うまく入れて、でファーストプレーも結構いいプレーができたので、結構うまく試合に入れたかなっていう感じです。今まで途中出場とかいう経験はないですね。初めて。はい。やっぱフィールドの選手と違ってキーパーっていうのはなかなかこうそういう途中出場ってないから、そうです。すごいやっぱ気持ちの部分とか難しいのかなと思うんですけど。そうですね、結構難しいのか、まあ、でもそこはうまくできたのかわかんないですけど、メンタル的にも結構いい状態で入っていけたと思うので、うん、よかったです。立ち上がりすぐにも1対1の場面があったんですけど、はい、あそこセーブできたのはかなり大きかったのかなと思います。そうですね、あそこでセーブできたのはかなり大きかったと思いますね、はい。その後の、ビルドアップのところもすごい落ち着いてやってたなと思ったし、はい、まあ、セービングのところも非常に、はい、まあ、安定してたんですけど、まあ、準備というところに関して言えば、はい、その普段からトレーニングもそうだし、はい、まあ、試合の時もなんかこうルーティーンというか、なんかそういうのはあるんですか？ルーティーンというか、まあ、もう一節が始まる時からこういつ出てもいいような準備はしてきたつもりだったので、うんうんうん、それがああやってこういい形で出せてよかったです。まあ、開幕してから一時ベンチ外、はい、メンバー外、はい、メンバー外でやはりこう試合出たい、はい、でもそうやってメンバーに入れない、はい、まあ、まだ始まってすぐですけど、はい、そういった中で、まあ、いつも通り、まあ、自分を信じてこう準備するっていうのはやってると思うんですけど、はい、まあ、それプラスアルファこう試合に出るためのこうトレーニングだったり、まあ、意識のところだったり、まあ、そういうところで意識してたところっていうのは、そうですね、意識で言ったらやっぱ同じ練習でもこう試合を想定してやるのと、うんうん、こう試合に出れないからってこう適当にやるのではもう全く別物の練習だと思うので、そこはもうなるべくこう試合をイメージしながら、いつ出てもいいようにこうコンディションとかを意識しながら練習はしてました。前回吉丸選手にこうインタビューさせてもらったんですけど、はい、まあ、その時も聞いたんですけど、そのキーパーのトレーニングで、はい、まあ、見てて、まあ、非常にこうお互い高め合いながらいい雰囲気の中でやれてるなって、はい、まあ、見ててって思ったんですけど、どうですかその雰囲気というか。あ、そうですね、雰囲気はかなりいいと思いますね、練習中は。やっぱり年齢が近いからっていうのも大きいんですか、それとも、まあ、うん、あ、そういうのはあんま気にしない。僕はあまり気にしないタイプですけど、まあ年齢が近いのも結構多少はあると思いますね、うん、すごい見てて雰囲気いいですし、はい、まあ、それがなんかこうただただ仲いいとかじゃなくて、はい、高め合ってるなっていう感じも見てて取るし、そうですね、すごいこう、うん、いい風に進んでるのかなと思ったし、はい、まあ、そういったのがああいうアクシデントでパッと出た時にしっかりとプレーできているできた要因の一つなのかなと。そうですね、やっぱ上杉コーチからもいつもこう誰が出てもいいように準備はしとけよっていうことは言われてますし、うん、でやっぱこうみんなライバルで、まあ、年も近いっていうのも多分あると思いますけど、うん、こう競争心というかも強いので、みんなこうモチベーションも常に高くできてるんではないかなと思います。出場した次の日のトレーニングも見てて、はい、なんか一つこう吹っ切れたというか、はい、すごい伸び伸び、ま、いつも以上に、まあ、自分が見た感じなんですけど、はい、なんか乗ってるなっていう感じが見て取れたんですけど、そこら辺のなんか気持ちの変化は、はい、まあ確かにこう出れたことで何かこうすっきりしたのが、まあ、あったと思います。いやすごいなんかこう
まあ、セービングもそうだし、はい、なんか、うん、いい方向に進んでるなって見てて思ったんですけどね、はい、で、まあ、さっき、出場してすぐ1対1の場面があったんですけど、はい、まあ、1対1で意識すること、まあ、どういうところを意識するんですか。まずは間合いを意識してますね。僕はこう相手のフォワードがからボールが離れてる瞬間に、うん、こう寄せれれば、はい、もう絶対シュート打てないんで、相手はその間に寄せちゃえばだいぶ有利にその駆け引きは、うん、進められるんですけど、まあ、それも分かっててわざとこう小さなタッチでしてくるとか結構あるんで、はいはいはい、そこら辺の駆け引きとかは難しいですね。まあ、いろんなチームでプレーされてて、はい、そういったところが上手かったフォワードの選手とかはいますか。そうですね、やっぱジュビロの時のジェイボスロイって今サポロのはなんかそういう駆け引きとかじゃなくて、もうなんかなんていうんですかね、もう次元が違うとまでは言わないですけど元代表選手、はい、やっぱ来て最初にシュート練習でシュート受けた時とかも違うなと思いましたね。パワーとスピードも違いましたし、逆にキーパーで言ったらいろんな選手見てきたと思うんですけど、はい、印象に残ってる、一緒にやった中だとやっぱあのカミンスキー選手ですか、ね、やっぱどういった部分が、まずシュートセービングシュート止めた時の瞬発力だったりとか、うん、伸びとかこう初めて見た時にうわすげえってやっぱライバルでなければならないと思うんですけどやっぱチームメイトなんでうわすげえから入っちゃったんでそこって学べるところなんですか、それとももう身体能力的なところだからちょっとその自分に合わないなみたいなのか。あ、でも僕の中では盗めるものはあるなと思ってこう見てましたけど、結構なんか外人だと骨格が違うからとかなんか言われたりしますけど、でもその中でもこう吸収できるものは多分何かしらあるなと思って見てたので、多分何かしら吸収してますまあそういった経験っていうのはすごい大きいと思う、はい、まあ、ゆうやとかね、若い選手にもどんどん伝えていってほしいですし、はい、まあ、本当、試合に出ることが一番だと思うけど、まあ、その中でトレーニングの中で、ね、引き続きこう、はい、高め合っていってほしいなっていうのがありますよね、はい、で、チームは今、1勝しかまだできてないので、はい、でも、負けてない状況でもあるんですけど、まあ、ここからこう浮上していく上で必要なことになるのはどういったところだと思いますか。そうですね、やっぱ、まあ、負けてないのは、まあ、いいことだと思いますけど、やっぱりもっとこうチーム全体で結果にこだわって、今引き分けでこう負けないできてるけどそれを良しとするのではなくて、こうもっともっとこうお互いにもっと普段の練習からこうダメなことというか直した方がいいことはもう常にこうコミュニケーション取り合いながらこうなるべく隙をなくしていって、で試合では、内容もまあもちろん重要ですけど、もっともっと結果にこだわって、うん、どんなにこう悪い試合をしてても最後90分終わった時に勝ってれば、勝ってる方が今は結構大事だなと思うんで、うん、もっとこう全体で結果にこだわっていけたらいいかなと思います、うん。それでは次節京都戦に向けて一言お願いします、はい、一言、はい、今、みんな、ギラマンツ北九州はこう上り調子だと思うので、もっともっとこうチームで、あ、ちょっと待ってください、これファンの皆さんに、そうですまあ俺にでもいいファンの皆さんいや俺に一言して言ってくれてもいい誰に言ってるのかなと思っちゃって、はい、ちょ簡単に言います、簡単に、はい、そう、京都戦ですもん、次節に向けて、はい、うん、はい、次の京都戦は、みんなチーム一丸となって
絶対勝ちますので応援よろしくお願いします。期待してます。はい、ありがとうございました。